一週目の第6話目に、進藤さんが図書館で言ってたことなんですけど、6話目を話す奴は、誰が話そうと、お前をこの図書館に連れてくる予定だったんだよって、言ってたんですが、もちろん、そんなことはなくて、第6話目に、その進藤さん以外の人を選べば、進藤さん以外の人が、また違った話を、してたはずなんですね。で、一週目だと、その、第6話目に進藤さんの話を選んで、みんな殺人クラブのメンバーだったって、お前をはめるためにやってたんだって、いうオチだったんですけど、これって、物語の、第7話目がオチに当たる話で、その、第6話目同士の物語の相関性はないって、そのパラレルワールドの設定らしいです。なんか、それぞれの、この6人のメンバーがどういう人たちなのかっていうのは、一番最後に明かされることになってるらしいです。だから、この段階ではまだ、この人たちは何者にでもなり得るっていうことですよね。それはそれで、面白いなっていう感じはするんですけどね。第1話目に風間さんの話を選んで、何だったんだっけ。この話し合いで何かが起きるって、コップに映ったわ、動物はお前だ、みたいな、ネタなのか何なのかちょっとよくわからない話だったんですが、まず間違いなく荒井くんが睨んでるだろうなと。一週目に第4話目に風間さん選んで、第5話目で荒井くんを選んだら、その、隠しエピソードの喧嘩エピソードだったんですが、この後に多分今荒井くん選んでも喧嘩エピソードには絶対ならないとはずだと思います。すいません、長々と喋ってしまって、じゃあ、早速2週目第2話目ですね。じゃあ始めていこうかと思います。はぁ、誰かな。1週目は細田くんを第2話目に選んだので、じゃあ進藤さん、行ってみようかな。第2話目に。俺が2話目か？よし、それじゃあ話をするとすれば。俺の名前は進藤誠、よろしくな。ところでお前は、飴玉ばあさんの話を知ってるか？うわ、これ初めて読む。うわぁ、さっとく。マジかよ。え？飴玉ばあさんってのは昔よく生徒通用門の前で立ってたおばあさんのことでな。5、6年前まではいたらしいぜ。ちょっとこれ、このもう、この立ち絵からしてやばいっすよね。この、飴玉ばあさん。占い師っぽいぜ。結構有名だったんだってよ。俺も先輩から聞いた話だからな。実際に見たわけじゃない。先生とかはまだみんな知ってるんじゃないか？その飴玉婆さんってのはよ、まるで、ほうきにまたがった魔法使いのような、いでたちだったんだ。確かに。魔法使いっていうか、そうだな。魔法使いだな。真っ赤なフード付きのローブを夏でも冬でも被っててな。大きな足鼻には豆のように巨大なイボがついてるんだ。もうほんと魔女のいでたちそのまんまですね。顎は三日月のようにとんがってて、顔中、シワだらけ。なんか、魔女のステレオタイプみたいな。笑うと歯がほとんどない口に、異常に長くて赤い舌が見え隠れするそうだ。お、なんか、嘘っぽいな。なんか噂話に尾ひれがついて、
実際そんなだったのかみたいな。片手にはゴツゴツした木の杖をついていて、もう片手には大きなバスケットを下げている。な？童話に出てくる魔法使いのおばあさんのようだろ。いやー多分本当にそんな格好してたのが疑問っすよね。なんか学校でそういう噂話が流行る時って大体嘘混じりますよね。けどな、そのおばあさん見かけは怖いけれど優しいんだと。門の前に立ってて気に入った子や寂しそうな一人ぼっちの子を見つけると近寄ってくるんだ。いや絶対怖いと思うな。だってこの真っ赤なロープで近寄ってくるんだろ。うん。おあ、これなんかあれで見たな、エンドロールで見たこの背景。そして骸骨のような皮と骨だけの手に下げたボロボロの薄汚れたバスケットいっぱいに詰まった飴玉を一つあげるんだよ。それで飴玉ばあさんというあだ名がついたんだな。その飴がめちゃめちゃうまいんだってよ。マジか。ゴルフボールほどの、え、めっちゃおっきいな。ゴルフボールほどの大きさで頬張ったら口いっぱいに広がる大きな飴玉なんだけれど、そのうまいことと言ったら口中とろけてしまうというか、時間を忘れてしまうというか、甘すぎもせずかといって物足りなくもない。もう適度に調和されたうまさのハーモニー、考えただけでよだれが出てきそうだな。ちょっとこれなんか変な薬入ってないのかな。いや俺も食ったわけじゃないんだけどな。あくまで噂なんだけどうまそうだろ。いやそれだけうまそうだと、怖いな、この話の流れだと。お前も食ってみたいと思うか。いや、だってこのね、学校であった怖い話に出てくるのって大体呪われたなんとかっていうあれなんで、確かに食べてみたいけどな。いやでも一周目の記憶がなかったら1番を選んでたと思う。いやでも2番は失礼かな。なんかばあちゃんいい人そうだから食べてみたいって1番。そうだろそうだろ、その気持ちすごくわかるぜ。俺は甘いものが好きってことじゃないが、うまいもんなら話は別だ。でもな、商品名も何も書いていないヨレヨレのビニールに包まれた飴だから、はじめは嫌がるやつの方が多かった。確かに、ばあちゃん赤いフード被ってるもんな。せっかくもらっても捨てちまうやつがほとんどだった。うん。だって、そりゃそうだよな。気味の悪いばあさんにわけのわからない飴をもらうんだ。材料だって何を使ってるかわからないし、もしかしたら毒かもしれない。普通捨てるよな。どうだろうな、ちょっとわかんねえ。それでも物好きがいるもんでな、食べたやつがいるわけよ。最も噂じゃ、あの飴を初めて食べたやつはものすごいいじめられっ子でずっと自殺を考えていたんだってよ。それで毒でもいいと思って死ぬ気でその飴を食べたんだと。なんともだな。そしたらどうだ、その飴のうまいことうまいこと、まるでこの世のものとは思えない思えぬうまさ、多分この世のものじゃないような気がするな、この
この BGM とこの話の流れだと。この世にこんなうまいものがあったのかってなもんだ。それで生きる勇気が湧いてきたってわけよ。あ、それはいい話だな。それからはいじめられても抵抗するようになり、その上見違えるほど明るいやつになっちまったんだ。え、そりゃ素晴らしいじゃないか。それで高校を卒業すると調理学校に入り、今じゃフランスにある四つ星レストランのシェフになったそうだ。マジか。たった一粒の飴が人間の人生を変えちまったんだよ。まああくまで噂だけどな、噂。それでもすごい話だろ。確かに。本当だったら。どうだ、お前飴田おばさんに会ってみたくなったろ。いやー、マジか。これ答えなきゃいけないのか。